はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、6月3日月曜日でございます。今日は今からね、東京ディズニーシーの方に行きたいと思うんですけれども、なんでね、シーの方に行くのかと言いますと、本日からですね、サルードスアミーゴスの方にダッフィーが登場します。グリーティングですね、グリーティング施設の方にダッフィーが登場するということで、今からね、早速初日のダッフィーの様子ですね、見てこようと思います。ただですね、今現在の時間15時半ぐらいなんですけれども、今日朝からね、一応スマホでね、待ち時間見てるんですけど、全然ね、混んでないんですね。最長でもね、80分待ちということで、そこまで混んでないですよね。で、サルアミの、もともとサルアミにいたドナルドですね、今トレイルにいるんですけど、トレイルもね、まだ今日で3日目なんですけど、最長がね、55分待ちということで、サルアミのね、ドナルドもね、昨日も一昨日も、初日とかね、トレイルのね、ドナルドに関しても初日もね、2日目もね、そこまで混んでなかったですしね、今日も50分ですので、全然大したことないので、思ったほどね、グリいろいろね、変わってますけれども、そこまでね、混雑してるようには見えないですね。はい、とりあえず今からですね、ダッフィー見てくるんですけれども、最長が80分だったので、今ね、どんどんね、もう待ち時間下がってますのでね、そこまで思ったほどは並んではいないと思いますけれどもね。では早速とりあえず東京ディズニーシーに行って様子見てみましょうか。はい、ということで、東京ディズニーシー行ってきましたけれども、ね、そんなに混んでないんですよね。今日やっぱ初日なんでね、100分ぐらい行っちゃうんじゃないかなと思ったんですけれどもね、そこまでやっぱり混んでないっていう感じはしましたね。はい、ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。